じゃあ次のグループお願いします。これは打撃しろと言ってくるの。それじゃ見えてくるんだよ。あ、そうですね、戻っていただきます。すいません、あの、すいません、戻っていただきます。はい、早えよ、お前、おい、あ、お前、いきなりあんた、お前、おい、何の人、おい、俺は本気だぞ、お前、俺は落ち着いてください。俺は本気だぞ、お前、おい、遊びに来てねえんだよ、お前、おい。これ、モノマネフリークインダイじゃないの。あれ、タカさん、モノマネじゃないの。あれ、タカさん、よう、よう分かった。ってか、本物やん。あれ、清水さん、清水亮太郎さん、いや、モノマネの。じゃあ、自己紹介お願いします。ブラザーフットラージハイです。ここにいるやつとは覚悟もしてきたことも全然ちゃうんで。ジョリー、お前やろうや。俺、うん、お前やろうや。いきなり俺とできるわけないやろか。お前1ミリすぎやねん。お前が1ミリじゃないな、その肩幅。はいや、その肩幅で好きやねん。はいや、兵士来いや。おい、なんやねん、お前来いや。お前何キロ。72。72、うん、いいぐらいちゃう。お、ちょうどええな。うん、これもし誰かと買ったらやらせてくださいよ。でも簡単にはできんな。とりあえず買って、もっと実績つけて挑んでこいよ。はいはい、分かった分かった。え、誰かやってもいいですか、後で。まあちょっと一回自己紹介させてください。はいはい、せーの。はじめまして、モノマネタレントやってました、清水亮太郎と申します。ですね、自分も5年前に、まあ、ちょっと警察にお世話になりまして、芸能界にいられなくなりました。多分チャンスって待ってても待ってても多分来ないと思うんですよ。まあ本当に今 YouTube で最大のコンテンツがこのブレイキングダンサーだったんで、もしも可能性があるなら応募してみたいなと思って応募させていただきました。で、私の父がですね、僕も二世タレントで、まあ、モノマネやってる清水明って言うんですけれども、最近父とも実はいろいろ喧嘩をしてまして、もうかれこれ半年ぐらい喋ってないです。で、昔は親子共演とか、まあ、テレビでもそうですし舞台もやってました。そういうことをもう一度親父とやりたいなと思い、このコンテンツに応募させていただきました。やりたいのはぬりぼうくん。よく歌も歌ってるのも見てます、見てます。まだまだかなと、歌も笑いも。モノマネ対決しましょうよ。モノマネ対決。はい、もういいですよ。俺にモノマネ対決してるから、しろって言ってるの。そうそうそう、じゃあやりましょうよ。どっちがうまおもろいかやりましょうよ。いいよいいよいいよ。俺高校でいいですか。先行お願いします。あ、オッケーオッケー。はい、長渕剛。それでもこの国をたまらなく愛しているから。福山雅治。いつかあなたに送りた笑顔の男のこと、いつか私と同じ泣き虫な女のこと。どんなことを。ありがとうございました。ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。清水さん、はい、お薬やめれたの。おお、やめれたからここにいんのよ。本当、やらしてください。やります、やらしてください。はい、体重何キロさ。今68ぐらいです。68。格闘技経験か。ない。ない。うん、よし、じゃあやらしてください。じゃあ試合決定で。ええ、試合決定なんすか。本当ですか。え、だっていいでしょ。やろう、いいよ、やろうよ。じゃあ次の方。山内から19歳です。今回ブレイキングダウン出た理由は、今回ブレイキングダウン8、まあ自分8っていう数字がすげえ好きでから、まあ8っていう数字、言い方変えたら無限、インフィニティ。まあ自分まだ19っていう若さで、まあこれからの人生無限の可能性あると思ってるんで、ここで有名になって
本戦出れたらいいかなと思ってます。で、そこあとお前、打撃手の樋口くん。お前だよ。俺お前とさ、やりてんだよ試合。俺とやれよ。いやお前さ、YouTube 拝見したけどさ、試合の前寝れねえんだろお前。チームだろ。だからお前、そういうお前によ、睡眠薬持ってきてやるから、これ飲めよ。あ、おいよ、おら。あんた、おい。何が睡眠薬だよ。それシールじゃない。シールなんだよ。戻るから、シール。シール。戻るから、シール。顔に落書きばっかしやがって。自由帳かよ、お前。お前の顔。そうだけど。なんだよ、お前。19歳だろ。おいや。戻る、戻る。シール。な、19歳だろ。だけなんだよ。シールがお前、物語って。一旦戻ってください。あれ、今からスパーリングできます？あ、できます。はい。すぐできます。スパーリングできます今。あ、自分ですか？あ、できます。あの、19歳のこと。19歳の子よ。格闘技経験はないんですけど、まあ、今まで喧嘩、まあ、いちいち数えてないんですけど、正直負けたことはないです、本当に。俺が持ってるもの全部ぶつけます。いきます。レディーファイト。あ、やったやったやった。いや、さっきの彼と試合どうすか？あ、いいっすか？自分っすか？格闘技と喧嘩の違いを見せに来ました。あ、いいっすか？自分っすか？やろうぜ。来いよ。やろうぜ。やろうぜ。やろうぜ。お前誰お前。あ、芝居でいいですか？俺も。あ、いいぞいいぞ、殺しこいよ。おい、ダメだよ。おい、はい、おい、殴ってこい、殴ってこい。おい、よし、やってろ。じゃあ試合決定でいいですか？お前ビビんね。ありがとうございます。ひよんね、お前。誰がお前ビビんね。いや、勝ってこい。僕全然知らないってやったんですけど、本戦のまあ分からしたのかなって、格の違いを見せつけたのかなって感じです。本気の殺し合いができればいいかなって思ってます。今回のグループは高校生のみということです。では次のグループを入りください。じゃあ、自己紹介お願いします。俺ですか？よし、福岡から買えないんでひっちゃいけてきました。それで、まあ、さっき楽屋でなんかあのイケメンがさおって、俺イケメン嫌いなんですよ。しかも俺より高身長でイケメンで、なんかいかにもモテそうな感じ。お前俺か？あ、お前だよ。おい、お前ムカつくんだよ。おい、殺すぜ。何笑ってんだよ。何笑うんだ。スパイやるか、スパイやるか。マルチーズやるか。そうほら、おい。一回それ。わろわろ。どういうことだよ。じゃあ次の方。神奈川県横浜市出身、高校3年生、OG です。横浜出身っていうのあって、やっぱ川崎隣なんで、あのいろんなやつ来ましたけど、もう全員制覇して、で戦い手がいないんでこの前に来ました。で俺のやりたい相手は、高垣さんと横浜同士なんでやりたいんですけど、まだやれる立場じゃないんで、まあここにいるボーイと。あ、ガエルやるか。おい、やるか。お前、おい、ガエル、おい、ガエル、おい、トリック隠しとけよ、お前は。おい、いや、おい、いや、おい、
なんなんお前。ブリボークよりおもろい。こっち座れ、一緒に座る。あ、いいっすか。あ、いいよ。おえマジっすか。いいよ、いいよ。おい、調子乗んなよ。すいません。お前らクソガキ同士お似合いじゃん。誰がクソガキや。あ、誰がクソガキや。すみません、見なさい。ブリボーさん、何言ってんの。僕は太陽を沈められますよ。やかましいよ、お前人生の先輩じゃ。あ、お前、お前いくつだ、年いくつだ。15歳です。31や。マジかよ。よし、じゃあ次の方。姫路から来ました、新原です。応募した理由は殴り合いたいからです。戦いたい相手は誰でもいいです。殴り合いできるやつやったら誰でもいいです。姫路の子はなんか格闘技かなんか。2,3 年前ぐらいにキックやってました。あ、はじめまして、大阪から来ました17歳藤井和也です。僕自身兄弟が多くて、その長男なんですけど、下の弟妹のためにかっこいいお兄ちゃんでいたいと思って応募させてもらいました。で、戦いたい相手は、まあ、特にいてないんで誰でもいいです。お願いします。次の方。東京都に住んでます。グッドイヤーカナデエリオットです。日本とドイツとイギリスのクォーターです。まあやりたい相手はまあまあクソガキ、まあ中学生のクソガキと高一じゃ、まあ高一のクソガキと、あとまあまあ他誰でもいいですけど、僕とやりたいみたいに言ってきたんで、まあやってもいいかなって感じですね。はい。東京都から来ました、佐久間影虎です。僕はここに、高垣裕二と戦いに来たんですけど、どうやら座っていないっすよね。まあやれないなら、まあ、横のでっかいお兄ちゃんとやってもいいかなと。それかあの金髪のなんかあの小妙の劣化版みたいな君。いや俺坊主じゃないか。いやでもあの小妙の劣化版みたいな、金太郎みたいな顔、僕も金太郎みたいな顔してるけど、ああどうかな。金太郎じゃない。もんねえぞ。ごめん、以上です。みんな童貞なの。童貞っす。俺やりちんっす。やりちんっすよ。童貞っす。僕あのもうすぐ10人超えっすね。嘘つくれ。もう彼女もできたことなくて、僕生まれてから本当に、はい、イケメンなのにかお前。マジかよ。一番の子が結構いいキャラクターしてるから、誰かやりたい人います。はい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 。二人でも面白そうですね。あの格闘技経験ないんでしょ、二人とも。ないです。はい、それ不良を演じてきました。僕喧嘩だけなんで、まあ一応合うじゃないですか。シャドウしてもらっていいですか、二人とも。つえつえぞ。オーケーそうオーケーそうオーケーそうオーケー。俺はこのひだなの中に最年少で居座りたいって夢があって、その座禅としてこのガエルぶっ倒してこの夢に座禅。いや俺もうこいつ倒して前座で、はい、座ります。一番戦績があるのはあの子か、姫路の子かな。13戦してるの本当これ。はい。大きな子と後ろの子も前に出てきてもらっていいですか。シャドウしてもらって。あ、そう、好きに。シャドウ行ってみよう。ああ、強いな。OK です、ありがとうございます。この中から2試合だけ組むってことで、じゃあ以上で。ありがとうございました。ありがとうございました。よし。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。これ喧嘩道。おお、やっと俺もキャラクターになったんでね。あ、そうなんですか。意外ですね。あ、なってなかったのか。はい。なんと今だけ招待コードの入力で圭之介がもらえる。この機会にブレイキングダウンの選手をゲットしよう。さらに喧嘩道オーディション開催中、放送禁止の煽りを見逃すな。
リーダーは人気らしいけど、みんな最強を目指すんだったら俺を使った方がいいよ。自己紹介お願いします。はい、柔道界一性格の悪い男、グレートサタです。7回この数字何の数字か分かりますか？イクルさん、何の数字か分かりますか？分かんないです。僕がブレイキングダウンに応募して落とされた回数です。全部や、全部落とされました。今回僕は戦い相手がいます。安井くん、柔道歴何年？僕は10年です。俺は20年柔道やってる。すごいですね。 MMA は何年？ MMA は 2,3 年ぐらいですかね。俺は6年 MMA やってる。すごいですね。まあ先輩として柔道と MMA の厳しさを教えてやろうかなと思って今日来ました。道着で戦うんですか？道着でもいいっすよ、 MMA でどうっすか？いや、ちょっと面白そうだなって思いました。本当にもう何でもありの柔道みたいな感じでちょっと面白いかなって思いました。まあ、よければ。どうですか、イグルさん。まあ、二人がよければ。なんだ、組み技素人みたいな子になんか一本取ってちょっと生きてるのかなと思ったんで、僕はちょっと柔道と MMA の厳しさを安井ひゅうまくんに教えてやろうかなと先輩として思ってます。次の方。航空自衛隊の特殊部隊にいました。今回は同じ自衛隊出身でひな壇でやってみたい人がいます。翔井さん、多分僕の方が過酷な家庭だったり、もちろん空挺レンジャーも出てますし、もうレベルが違うと思うんで、一回やらせてもらいたいなと思ってます。お願いします。失礼します。乾さんという名前で TikTok やってます。自分は14年間、今も、陸上競技の現役選手をやってます。で、陸上がすごく好きな、陸上バカなんですけど、陸上競技にちょっとやっぱり一つ納得いかないことがあって、陸上競技ってどんだけ強くても野球やサッカーのように稼げたりとか観客が埋まるってことがなかなかなくて、それの、陸上競技の現状と自分の人生、この一発逆転をかけて今日ここへ来ました。自分後ろで浜田するんで、ちょっと跳躍力を見てもらっていいですか？ここから向こうへ飛びます。人は人にパワーを与え、時にパワーをもらいます。手拍子お願いします。お願いします。よっしゃありがとうございます。とりあえず2人試合できます？あ、ありがとうございます。あなたじゃない。あ、お願いします。はい、僕乾さんやったらやりたいです。まあだから勝者と、今から戦ってもらった勝者でいいんじゃないですか？まあいいと思います。まあ僕も正直君に前回負けて、あとは有名な人とやりたいんで。ラスト30秒。
分はやっぱり陸上選手っていうのを掲げてやってるんで、陸上魂を、まあ、全国の陸上キッズたちの、まあ、気持ちも背負って、陸上選手は自分に強いんだぞっていうところを試合で見せれたらなと思いますね。ZANA とは世界でも大注目の国内ナンバーワン Web3 メタバース。誰でも簡単にアバターやゲームが作れて稼げて出会えるアプリ ZANA。 ブレイキングダウンや有名選手たちも登場。全ての人にもう一つの居場所と、もう一人の自分を。 ZANA。リクサマンでしょ。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあよろしくお願いします。柔らかにお願いします。あれ塗り棒じゃん。塗り棒違うんですか。いや本当だ。じゃあ自己紹介お願いします。ジャンクマン改め大気将軍でございます。見た感じ、すべて私の兵に向いてそうですね。その中で塗り坊さん、あなたもう決まりましたか？決まっちゃったんすよ。しょうもない男だな。あたたたた。また沈むだろうお前。俺のグループにも似たやつがいるんだよね。お前だよ。お前俺とするか？ミニ塗り坊だろお前。はい。こいつと本戦どうですか？やんないっす。ミニ塗り坊。はい、一旦他の人を紹介したいんで。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。巻き込み事故だけ勘弁してくださいね。はい、次の方。はい。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。万引きするぐらいなら好きな女の子のリコーダーを舐めろでおなじみ、横浜から来ました何話の走る稲妻ことフラメンコパーティー AKA 遅咲きのペーターと申します。どうもよろしくお願いいたします。はい、じゃあここまででご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、はい。格闘技歴は。格闘技歴はなしです。うってつけです。試合決定でいいですか。ありがとうございます。一回座ってください。ありがとうございます。次の方。愛知から来た、国保翔太と言います。十二日記さん、すみません、みんながあれしてると思うんですけど、十二日記さん、よかったらお願いします。お前は誰がいいんだよ。じゃあちょっと3人ここに並んでもらっていいですか。いいぞ。3人ここに並んでもらっていいですか。絶対暴れんなよ。暴れんなよ。おおおおおい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 お12日記、席ついてください。このグループはおしまいで、あの12日記含めて皆さん帰ってもらっていいですか。僕の生きた証だけ溝口さんにお願いします。一番似合うと思います。ありがとうございます。どうですか。羽は三國さんにあげます。三國さん一回ニュー、僕はどちらでもいいんで。川島選手に5秒で KO 勝ちしてます。バン中村さんの喧嘩バトルロイヤルに出させてもらって優勝しました。プロで39戦やらせてもらって33KO、 その中で多分1ラウンド KO が15ぐらいあるんで、15連続 KO の日本記録も。イエー、自分身長が今215あって、まあ2メートル生かせればなと思って。一回ちょっと褒めようと2対1か。本当にやめてもらっていいですか。まあ、格闘技をちょっと舐め腐ってる、まあ、土木ネキさん、ちょっとプロのリングから引きずり下ろしたくて来ました。もう格闘技、
お前チャイねんこらバカとこら埋めてくれ何がプロやねんこらねおい行くにしとけよ誰か黙ってろよここで本戦のお知らせです。ブレイキングダウン8のペーパービューおよび会場観覧チケットは概要欄のリンクから買えるので大会を一緒に楽しみましょう。ブレイキングダウン8を一緒に盛り上げてくれる企業様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。スペシャルアドバイザー朝倉佳によるスペシャルコンテンツ、オーディションの舞台裏や大好評ハードパンチャー企画第2弾も公開予定。さらにブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。ブレイキングダウン8は喧嘩道のほかザナ、オニマルホーム、エクシア、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。